じゃあもう一個聞きます。 OK。 仕事上で一番の常時のピンチ、今ラジオとか何でもそうですけど、うん、まあ、放送コードこれ言っちゃいけないよとか、あ、もしくはゲストがめっちゃ怒っちゃったとか、あ、 or maybe you were late for your show、 遅刻しちゃったとか、うん、もう一番のピンチなんですか。一番のピンチ言える範囲で一番のピンチやっぱね、あの、そう、制作人、はい、あの、なんか気が合わない人と一緒に仕事するが一番のピンチだね。だってそれってもうチームで、はい、なんか、まあ、ラジオではね、そう、やっぱテキーラも僕も俺たちが前に出てる、でもその俺たちの周りにいろんなそういう制作人がいて、はい、でその支えによって前に出てる、でもその支えの中のなんか1人とか2人が、うんうん、毒を吐きまくってるとか、全然俺たちがやろうとしてることを理解できない、自分のことしか考えてないとか、うん、そういう人たちがいると、やっぱそれってね、あの全体に影響があるんじゃない。あのなんか、あの箱にリンゴがいっぱいあって、で1個のリンゴ腐ってると、うん、それってさ広がるじゃん。言いますよね。でそれもね、多分チームでも一緒で、だからその、うん、なんか、なんかこの人なんか、全体のこと見えてない、どうしよう、でもそれって僕にも欠点あると思うんだよね。その人を育てられないとかさ、なんかその人の考えちょっと変えられない、うん、でもそれがあの、まあ、世間的にどの会社にもこういうのあると思うけど、どこに行ってもありますよね。でなんかピンチといえばピンチではないかもしれない、うん、でもそれが一番ダメージを与えるものだと思う。 To youTo me, yeah.、うん、to me and to everybody, yeah. じゃあ、人と揉めたってことでいいですか？そうだね、まあ、あの揉めないようにはしてるけど、でも自然と、ただジョージさんが揉めるってよっぽどですよね。だって言う、めっちゃ優しい人だけど、こう、一個クロスザライン、もう線超えちゃったら、ほらって。でも、それってさ、でも自分にも責任があるよ。例えば相手を、うん、じゃあ、合気道ってさ、はい、相手のエネルギーを一番好きな格闘技 right? It's good, right? Yes. 相手のエネルギーを相手に使うじゃん。だから自分、うん、相手が強く来たらそれを彼に返すじゃん、うん、だからそれ、あの、そういう考え方すごい好きで、まあ、だから怒りで来たらその相手を壊す、あの、倒すんじゃなくて、怒りで来たらそれどう変えたらなんかその、あの、いい方向にエネルギーが変わるのかなって思ったりとかするのよ、はい、でそれってもしかしたらその、あの、怒っている怒りを、まあ、毒を吐きまくっている人ってもしかしたら愛情が必要かもしれない。そう、ね、愛情じゃなくてもしかしたらもっと逆に僕が厳しく言うことによってそれが変わるかもしれない、うんうんうん、でちょっと待てよ、なんか僕に近づかないでっていうことで、もしかしたら相手が、あ、いや、上司との一線を越えたから、じゃあちょっと気をつけよう、まあ、いろんな、でそれができてなかったことは何回かあるよね。はで、それが、まあ、心理学につながるよね。でこれはやっぱ自分が大人になるべきなのかとか、いろんな選択肢あるじゃないですか、向こうがこうガーって来たとしたら。僕は結構ね、それすごい共感して、合気道、あの、塩田剛造ってすごい合気道の神様がいるんですよ。でその人の名言、うん、あの弟子がその塩田剛造さんに、合気道の極意は何ですか、うん、奥義は何ですかって聞いたら、うん、自分を殺しに来た相手と友達になることだ。わあ、ホーリー、もううわーってなって、その時にそれだみたいな。おお、いや、だってすごいいいと思う。それすごいいいと思う。すごいなと思って、うん、でも確かにそれが一番無敵っていうか、そうだよね、無敵って敵がなしと考えるんですけど、 そ、ね、それが無敵 as もう自分が最強でいるのか、それとも無敵自分がもう、こう優しく敵を作らないの方なのか、うん、すごい、そうね、ね、で多分、いやいや、同じよ、同じ、同じこと、そう、同じ方面ですよね。そうそう、なんか、うん、そう、あの、世の中にはさ、溝を作る人いっぱいいるじゃん。で、俺たちはね、そういう人ではないと思う、ね、俺たちはね、橋になるんだよね。どうなりたい、そうそうそう、 I don't wanna be, yeah, I wanna be a bridge、 架け橋、そう、架け橋になりたい、そう、確かに。いや、ちょっといろいろ聞けましたね。ねえ、ジョージさんこれからはどう思ってます、未来。未来ね、この家を売って奥さんの実家に、はい、うん、行こうと思ってる。引っ越す、それオンエアして大丈夫ですか？OK、 じゃあで、そこで結構ね、あの、
うん、掘り物店、スペースもあるから、はい、テント生活とかさ、なんかバーベキューとかさ、そんな広い、そんな、そ、いや、そんないっぱいできるの、テキーラ、テキーラ、うん、テキーラチャンネルでいろいろやりたいね。あ、じゃあ、まだちょっと先だけどね、流行りのバーベキューとか、全然、全然できる。バーベキューとテントと、テント何個か張ったりとか、何個か、全然できる。モルチポ、そう、モルチポ、モルチポ、モルチポ。で、どうしても寒くなったら家の中でね、じゃあやっぱり無理だって思って、うん、家で寝たりとかもできるからさ、わあ最高ですね。超最高。やりましょうやりましょう。近々はね、どういうこと、まあ俺このままラジオはすごいやり続けるね。ラジオ大好き。テレビってさ、やっぱ、うん、テレビもいいんだけど、テレビってやっぱショーじゃない。そうですね、うん、ラジオより作り込まれてるかな、イメージは、うん、でラジオってこれですよ、もう本当にその場の、本当これその場のフィーリングで曲をかけて、うん、最高じゃない。じゃあうどん食べながら OK、 じゃあ次はビースティーボイスとかさ、ダーンとかさ、この間聞いた時は Rage Against the Machine、 そうそう、 Testify? No、 ゲリラレディオ、そう、なんかね、ゲリラレディオ色かけてますよね。もう調子わかるよね。超一曲目でこれ来たと思って、もう最高だったんですけど。そっか、じゃあでも思うの、最近 YouTube、テレビ、ラジオとかいろんなメディアがありますけど、はい、ラジオは一周回って新しいから。そうだね。まずいつもう、そうですね。耳だけ。そう。っていうのはやっぱりね、優しいんだと思う。今みんないろんな情報が、どこ見てもパソコン見てもスマホ見てもテレビ見てももう情報がとにかくいっぱい入ってくるから。耳だけでこう、ね、曲聴かせてくれて、でしかも近い距離で声が聞こえて安心するんですよね。そうそうそう、 と思うよね。そう、俺もラジオ大好き。これからも続けていきたい。ラジオもずっと続けていきたい。俺ね、多分まだ死ぬのは早いけど、僕もラジオ のそう、マイクロンの前で死にたいと思うぐらいラジオは好き。30年、それね、多分インターフェム、東京フェム、すっごい困ると思う。俺がマイクロフォンの前で死ぬとゴッて、そうそうそう、ドーってでもそれが本望っていうか、いや、そのぐらいもう僕ラジオ好きで、そう。じゃあラスト、はい、ファンに向かって一言いただいていいですか。ジョージさんファン、これを見ているファン、ファンあー、うん、うん、あ、これいただいてもいいですか。はい、先に聞いてねえじゃん。え、じゃあねえ、バーイ。ちょっとね、ちょっと氷入れてから、氷入れてから、すいませんね、結構酔っ払ってきたっていう。いい感じ。失礼。あ、ティナさんです。はい、はい、はい、おばさんです。 So beautiful。 No, please。ね、こんなすごい、テキーラがさ、So beautiful って言うとすごいNo ってやるけど、俺が So beautiful って言うとシカトですよそれはだってずっと一緒にいるから。そうそうそう、もう20年だからね。 That's marriage。 Yeah, that is marriage、ね、そうそうそう、いろいろ教えてください。ありがとうございます。すみません、飲んでください。いただきます。あ、ロック、ソーダ、ウイスキー、ソーダも、You put soda in here? よし、Wow、I did You did a little bit soda? Yeah, okay. You like rock? Oh, you like rock? Yes. Okay. Soda?あ、そうだ、大丈夫です。どうぞ。OK、ありがとう。Thank you。 おー、ナイス、そうだ、そうだ。Alright, and this is the fans. OK。OK。ラストです。うん。うん。いつもありがとう。あ、いつもありがとう。で、これからも仲良くやっていこう。なんか、もし気が向いたら、まあ、見ている人でね、そういうラジオ、興味ないっていう人もね、たくさんいると思うけど、一回でもいいからさ、なんかもしよかったらそのチャンネル単純にまあ、yes. そう回してて、で全国ネットでやってる番組は土曜日の1時から、でチャンネル回して多分すぐに分かると思うんですよね。番組名はJ's and the Countdown Japan、okay. そう、東京 FM をキーステーション38局ネットでやってて、あとインター FM はそう関東で、そう関東と、あと名古屋ではねラジオネオで放送されてて、うん、だからまあ関東と名古屋で放送されてて、それが月曜日か金曜日の1時から、昼の1時から4時までやってて、でそれもね、チャンネルなんか、え、なんだっけ周波数とか思って、ただチャンネル回すとすぐに分かると思うんで、あとラジコで検索できますからね。そう、あ、そうだね、そうだね。なのでぜひちょっとジョージさんの番組も聞いていただいて、はい、To my fans、
なのでよろしくお願いします、はい、そしてジョージさんこれからもよろしくお願いしますお願いします Thank you brother No thank you man ありがとうキスキス No what are you talking about Oh man Bye Bye bye保証してくれるんですか例えばうまくいかなかった場合保証してくれるんですかって保証してくれないじゃんしてくれないですねそうだからね自分の耳をねそう自分の心に向けて、うん、でそれで自分の心からの Hello そう自分の心からのねそのメッセージを聞いて、うん、それでなんか自分は自分で修正して動くべきだと思うなるほどねと思うだからそれがねあの人生の最大のピンチというかずっと続いてたね CD カード4CD カード 4? Change card ちょっといいですか、はい、一瞬失礼します OK So どこでしたっけ今 あのねあ、まあ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 、あそう人生って分かんないもんだなっていう話したそうですそう